寂しいんだね、なんか。まあね。はい、次行きますよ。はい。最後ですよ。はいよ。クラスメイトネーム、かなさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。カジさん、安倍さん、こんばんぐらる。こんばんぐらる。12月14日は、双子座流星群がありましたね。お二人は流れ星見ましたか、うん、私は、10分ぐらい外に出て3つ見ることができました。うもうすぐ高校受験なので志望校に合格できますようにとお願いするつもりでしたが、うん、一瞬だったので志望までしか言わないんでした。短逆に怖いですね、うん、お二人はどんなお願いをしましたか、もしくはしたいですか。これね、俺見たの。あ、見たんだ。ツイッターで、うん、まあそのもともと双子座流星群の情報はしてたんだけど、あ、うん、なんかこう今見えましたみたいなのとか、うんうんうん、あの読んでみたから、うんうん、俺も外わーって見たら、うん、シュンって一個流れて、へえ、そうなんだ。それもつぶやいたけど。なるほど、うん、俺14日多分なんか仕事かなんかで見れなかった気がするんだよね。あ、そう。でもすごい夜だよ。あ、そうなんだ。じゃあ見上げれば見れたのかな、多分。俺普通に書いちゃったけど。でもなんかなんだろうな、雲が晴れたの。あ、そうなんだ、うん、それはいいね。お願い事、お願い事か。なんだろうな、めいっ子が健やかに成長しますようにかな。あつしおじちゃん最近ね、本当に立ってんだよね。妹からちょくちょくね、メールが来てね。そのたんびにこう、添付されてくるんだけどね、画像が。こう、ソファーにこう片手をついて、すっげえいい笑顔して。こっち向いてんだ。そう。で、手が高速に動いてるのが、ブンってなってるの。フォンってなってる。そう、フォンって消えてんの。そういうのもあるからね。ちょっとまだ会いに行きたいなと思ってね。それがさ、うん、あと20年後。うん。ペシは50ぐらいか。うわ、そうだね、うん。ちょっと、あつしおじさん。うざいんだけど言われちゃった。うざくねえよ。うざくねえよ。どうすんの。超疲れてるね。暑苦しいんだけど。超疲れてる。暑苦どんな50代だよ。いや、なんかもう可愛いな可愛いなって言い過ぎちゃってさ。かもしれないね。多感な時期ですからね。いやー健やかにね。じゃあ俺もそれ願っとく。あ、よしよし。よしよしって。みんなもよろしくよろしく。もう自分の願いお願いするわ。そうそうそう。はい、というわけで。